びっくりした、綿抜きが映った。いや、ウェイツイキャスが遅れて、この配信のやつで さっきのが。ああ、一緒か。待って、マイクどれだっけ、キャンさん、ツイキャスの。これだっけ、はい、今入ってる。入ってないよね。入ってないです。上がってるよ。もうこれ、押してください。で、これでも、ツイキャスじゃなくて放送に今乗ります。ツイキャスの、ツイキャスこっちだっけ、ツイキャスは2段目です。ん ?2 段目です。2段目 ?2 段目には。はい。今これ、ツイキャス入ってる。入ってます。入ってる。入ってる。オッケー。はい、こちらね、オッケー。はい。なんだっけ、曲オープニングはどうするんですか。オープニングは僕、こっちで行きます。こっちで行って、こっちね。はい、よし、はい。ちょっと待って。オッケー。じゃあ始まります。はい。はい。15秒前。お ?15 秒前とかなかなか言ってくれない。昔あったか。5秒前です。また送ります。オッケー。始まってる。はい。バイバイバイハッピーからどこもハッピーごっくんじょ。あれなんだっけ、ヨコさんが言ってるの、僕もそう思う。何の話？ですね、ヒーロー水場始まるときに、今日、重大発表しますよ、ということで、ずっと朝からずっと告知してるんですけど、重大発表をさせていただきます。実は、ヒーフミさん。え、これだっけ？ LINE の入力。はい。あ、そうなんだよね。ヒーフミさん、僕ですね、4月から、なんと花粉講師になりまーす。はーって感じ？ツイキャス見とる皆さん、はーって、な、花粉講師ってなんかって。実はですね、沖縄県内初の花粉の講師をさせていただくことが決まりましてですね、4月の第2週から始まります。場所が、ウェルカルチャースクールという、マーシュ高校の近くの那覇の、カルチャーセンターなんですけども、そちらの方でですね、はい、講師やります。毎週土曜日の2時から1時間30分のコマで、4月からですね、第2週、第4週の各週か、月2回の講習で、4ヶ月間、8回の講習をやりますので、ぜひ皆さん、花粉やりたい方は、ぜひ、ウェルカルチャースクールにお問い合わせをお願いします。ですね、募集が3月の6日からの、募集になります。で、こちら募集は、ウェルカルチャースクールの方に直接連絡していただいて、僕に申し込んでも僕の方ではできないので、そうです、僕先生になります。そう、カルチャースクールに連絡して、ひふみさんの、エンジョイ花粉という、なんていうんですか、タイトルでやります。エンジョイ花粉でやります。主に初心者向け、セオリー通りとは違った、誰でもできる、双方で花粉を楽しみましょうということで、準備するものは花粉です。花粉買ってきてください、ない方は。僕みたいに作ってもいいです。で、花粉ってピンキリなんですけど、そうですね。ちょっと大きいのがあれで、ちょっと試しにやりたいっていう方でおすすめなのは、トラベル花粉って言って、膝の上に乗せる、薄い、ね、あれ雑誌ぐらい、少年ジャンプとかマガジンぐらいの厚さの花粉があるので、それでも全然構いません。花粉の基本の叩き方というか、おー、パパイさん持ってるトラベル花粉、いいですよ。ぜひ花粉で楽しんで、僕もなんて、楽譜も読めないんですけど、ただ好きでやってるものを皆さんとちょっと共有したいなという、思ってますので、ちょっとまた僕の叩き方が独特なのもあって、ひふみさんの花粉ちょっと盗もうやすさっていう、ちょっとプロの方でもいいですよ。ダメだな、プロは。ということで、2月22日、開店296日目、本日も順調にオープンしました。ひふみーず、ボーン！本日の、みーぐちさんは、めっちゃ音ちっちゃいな。この方だ、進撃のめいちゃん、おめでとうごっくんちょー！違う、こが。
音楽になってる。ツイキャスのマイクのボリュームこれだけだっけ？声がちっちゃい。声ちっちゃいです。声ちっちゃいイヤホンです。うん。この SE がちっちゃかった。SE が。うん。SE はどこだっけ？ SE これです。だよな。はい、スマホの音量がちっちゃいんです。いや、こっち MAX だったっけさ。フェーダーをもう少し上げ、まあ、フェーダーで調整するしかないです。今音楽は大丈夫なんだけどさ。あめちゃん、まだサイトには上がってないです。多分。今日資料が届いたので、僕の紹介の写真と、カホン。見えるか？あ、9000円です。4ヶ月。4ヶ月9000円で。お教えするそうですよ。いろんな県内のカホンやってる方に声かけて皆さんが断った。今週を僕がやることになったので。キャンさん、イメージ変わったってよ。あやなりさんが。ああ、今日たまたま、あれじゃないですか、帽子だからですか。今日はね。カメラ見てあげて。いい笑顔だよ、本当に。よろしくお願いします、皆さん。これはこっちでいいのか？さあ、ということで、皆さん、カホン。僕から習いたい方は、陣払ってください。あっちに。なんかな、言い方違うよね。陣払ってくださいっていうのは。待って、今ツイキャスの音は生きてるので、喋っても大丈夫ですよ。ああ、そうだ。今放送上は音楽しか流れてないんです。はいはい、あ、今聞こえてる。めっちゃかっこいいでしょ、この曲は。ね、かっこいい、めっちゃかっこいい。スタンリー・クラークとジョージ・デュークっていう、はいはい、70年代か80年代かの古い。めっちゃ渋いですね、これ。ディスコとかで。そう。踊ってそうですね、これ。そうそう。これを6年間これかけてるから。そうそうそう。ああ、そうなんですね。死にかっこいい、これ。うん。ワイルドドッグって曲で。ああ。クラーク・デュークプロジェクトって2人のギタリストとベースリストの曲で。ああ、そうなんです、ね。ボーカル入ってるのもたまに中にあるんだけど。めっちゃいいっすよ、これなんかの。めっちゃかっこいい。かっこいいっす。ちょうどこの時間にいい感じ。そう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 。夜空見えたらもういいっすね。夜空見ながら聞きたくないですか？いいっすね。はい、曲終わる。どうなったっけ？こっちか。機械がよ、LINE を。あ、その LINE じゃなくて。こっちか。こっちです。こっちはあっちのだよね。はい、これそのままなんだよね。はい、上げとくか、はい。これぐらいだっけ？もうちょい下ぐらい。これぐらい。OK。切って、曲止める準備して、喋る準備、どうぞ。うい、うい。これ赤いのどうなった？あ、これ今押したけど、押して乗ってる。乗ってない。乗ってるね。俺の声聞こえてるね。よし、喋ります。西町では牛乳ごっくんちょ、くも字ではいい人キャラ、小安ではヌーガラポイポイ、読谷ではゲストという名のレギュラーを獲得。そんなラジオ好きなおじさんが昔撮った絹塚、リアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずに、ラジオにオープンした仮想のバー、ヒーフーミズバー、オープンです！ちっちゃいんだよなぁ。ありがとうございます。ヒーフーミズバーでは、ラジオをお聞きのあなたが常連客。私がマスターとなって、VIP ルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマや、常連客から寄せられたお悩みをカウンター越しにみんなで解決したりする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。まずはメール。メールアドレスは 123hwmb@gmail.com。次にツイキャス。無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送でもやってます。リスラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギガ1のホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスターヒーフーミーとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しんでください。
さい。よいしょ、違う。違う、違う。BGM 違う。さあ、ですね、今日のゲスト、後で紹介するんですけども、9時半ぐらいからラジオ出るって話をしてきたみたいなんですけど、もうちょっと早めに出ます。なので、ファンの方、スタンバイしててください。前に聞いてたらですけどね。聞けてなかったらもう残念です。先週のひふみずばはですね、FM ギノワンの番組パーソナリティにして、心と意識のエステティシャンこと、ゆきのさんにご来店いただき、運命というテーマで2時間お届けしました。番組では、ゆきのさんの旦那さんとの運命の出会いやご家族の話、また沖縄という土地との運命的な慣れ染めなど、普段、自身の番組でお話しされないレアなお話もたくさんお伺いできましたので、ぜひ皆さん、アーカイブでチェックしてみてください。ひふみずばは他の番組と違う話をします。ゲストさんに。今までゲストさんがこれまで喋ってきたのと違う話しか僕は振りませんので、心して待ってください。どこ行って喋ってる、どこまでやった、よろしくお願いします。さあ、そんなゆきのさんの番組、メイクミハッピーは、FM ギノワン第2、第4金曜日の夕方18時から、ユアフル、マナミンと、本枠放送しているので、ぜひ、そちらもお聞きください。ゆるふわだ。ゆるふわマナミンとね。よろしくお願いします。さあ、そして、今夜のひふみずばのゲストは、昨年の12月21日にもご来店いただいた、ワッタージャガーバンドのわちゃこさんと、今回始めましたの、MC トーボイさんがご来店です。死ねへんな名前なんで、この名前の由来とか、ラジオであんまり聞かない話は何なのかって隣の人にちょっと振りながらいろいろお伺い、話をお伺いしていこうと思ってますので、ぜひお楽しみに。そんな変身途中の FM ギノワンの狭い B スタジオから今年もお届けします。あ、今年じゃない。今日も、今夜もお届けします。その今夜のひふみずばのテーマは、テーマは変身願望。変身願望。今と全く違った見た目、違う人格、違う、全く違う自分に変身してみたい。あと、大きく変わらなくても髪型だけ変えただけで変身できた。また、仕事や住む環境を変えることで変身って方もいるかもしれません。そんなあなたやあなたの周りの変身願望エピソードをメールにてお送りください。また、わちゃこさんと MC 逃亡者への応援、質問、メッセージもどしどし待ってます。なんでこんな名前なんですかとか。なんでバンド活動やってるんですかとか、今現金いくら持ってますかとか、なんでもいいです。思いついたことをどんどん質問してください。答えるかどうかは本人たち次第なので、答えられないことは、多分答え無視すると思います。よろしくお願いします。無視はしない。無視しないです。そんなすべてのメールはこちらまで。123hwmb@gmail.com。よくラジオでなんていうの、アドレスとか言うとみんな聞いてて早すぎて聞こえてないと思ってるんで、最近いろんな番組でね、メアドをね、みんなゆっくり言うと思うんですけど、あれ僕が6年前から始めたのみんな真似してるだけですから、本家本元のゆっくりメールアドレスを聞いてください。ひふみずばのメールアドレスはこちら。数字の123、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com ですよ。奥さん、聞いてますか？これがメールアドレスですよ。ということで、死にやりにくいな。自分でやっといて。この放送は、今日は短くいきますよ。この放送は、HSTA 骨格調整所月の庭、 IMI コーポレーション、面どころ夢の屋、全財の富士屋、ブルーファーストスター、シルバーピア式な麺屋八連、アートバブー146、やっぱりステーキマカビ店、ブーランジェリーパティスリー今井パン、マージ本店古島店、元部長先元部にある個人商店枠川商店、茶谷にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストランアダニー、
有限会社ウエストマリン、そして教育ステーションつむぎ、以上各社の提供と追客、そして電波アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様と、ここ FM おきな、FM ギノワンのおかげで、おかげってあれが混ざって、沖縄って言った。沖縄にある FM ギノワンのおかげで、今夜も放送させていただきます。ありがとうごっくんちょー。さあ、ということで、今日はショートバージョンで提供くれじっとよったんで、うるさいな、うるさいな。ブラボーが長い。ツイキャスコメント拾っていきましょう。ひふみずバーではですね、番組スタートと同時に最初にコメント来た方はツイキャス、うるさいな。ツイキャスといって、三口さんといって、お祝いしてますよ。ひふみずバー、今夜の三口さんはこの方、進撃のめいちゃん。間違った。違う。めいちゃん、おめでとうでございます。これ短いですよ、この拍手。めっちゃコメントいっぱいしてる。最初のコメントがそうですね。めいちゃんのコメントで読みましょう。今日、ひふみ兄さんの重大発表、なんだろう気になる。やっぱりあれかな、こんばんはっていうことで。はい。やっぱりでしたか、違いましたよね。残念、残念。ごめんね。そして、その次に来ているのがヤンキチさんです。マスターゲストさん、キャン君。こんばんごくんちょ。はい、こんばんごくんちょ、いらっしゃいませ。違いますね。わかる？この音の違い。間違った。その次に来ているのが沖縄大好きさん、いらっしゃい。それから高葉さん、いらっしゃい。埼玉の郷さん、マスターごくんちょんばんは。はい、こんばんちょばんは、いらっしゃい。で、カーボーイさん来てますね。ヒムさん、キャンさん、皆さんこんばんは。今週はめちゃくちゃ暑かったですね。今何月だっけって言いたくなるくらい暑かったけど、噂によると明日からまた冷えるらしい。どこまで下がるのかなって言いたくなる。気をつけよう。気をつけよう。猫にゃんにゃんにゃん。犬ワンワンワン。カエルもアヒルもガーガーガー。なんか懐かしい。昭和かじゃよ。寒くなるっていうけど、そこまでは冷えないんだよね。めっちゃ冷える。マジか？マジか。あ、どこ？マジ？あ、月曜日？明日は？明日そうでもないでしょ？ええよ、月曜日は。明日そうでもない。あ、ね、いざ。いや、2月だからね。旧暦で1月の今十何日でしょ？ということはまだもう少し、あと1ヶ月は寒いっすよ。多分。まあまあまあ、皆さん。沖縄にいながら衣替えなんてバカなことはやめてくださいよ。音が少し割れてますね、高本さん。キャンさんが全部直しました。ありがとうございます。あ、すいませんでした。本当によ。あれでオレンジつかない、つくかつかないか。めっちゃこっちのスタジオが狭くて機材が近いんですよ。あっちに比べると。まあ、一目で全部入らない。やばい。はっさ、魚眼レンズ見てるみたい。右左見ないとね。それから、高保さん、モルコジさん来てます。お番です、お番です、いらっしゃい。高保さん、キャンさん、音が割れてますね。だから割、直したってば。沖縄大好きさん、音割りすぎや。直したってば。うるさいな。沖縄大好き、カホンの講師。そう、カホンの講師です。はい、正解。カボエさんを、あ、でもモルコジさん、カホン講師。カホン講師です。そうです。カボエさん、おでしょ取るんですね。師匠になるんですね。先生です。おでしょ取るんですね。わからないです。ジントロって話か？多分正解。高保さん、カホ講師。違います。あ、違います。違います。めいちゃん、4月、重大発表、4月からカホの講師になる。そうです。沖縄県内初のカホ講師は僕です。みんな、後からやってるのはみんな僕の真似です。言ったもん勝ちでしょ？いや、もう言われたんですよ。誘ってくれた方に。これ言ったもん勝ちだから、カホン講師って言っていいですよって言うから、じゃあ言いましょうね、つって。僕、カホン、県内初の、沖縄県内初のカホン講師です。よろしくお願いします。パパヤさん、今夜も元気にこんばんは旦那が帰ってくるまで、お邪魔しまっちょ。いらっしゃい。いつもありがとうございます。石黒さん、ウィーシュ、ひふみ先生、ウィーシュ。こんなふざけて生徒来たらもうカホンで殴ってやる。高橋さん、なんだ、最高ではなかった。最高よ。
再婚しますよ、そのうち。見とけよ、お前たち。それから、なおなおさん、あ、いらっしゃい。セルラーニアミスヒフミさん、こんばんは。そう。こんばんは。僕、今年の12月に那覇マラソンにチャレンジするんですよ。15年ぶりに走るっつって、体重が今、当時から18キロぐらい太ってて、まずは落とすっつって、先週の土曜日にウォーキング2時間。で、その時に、大野山球場の近くで、ナウナウさんとニアミスしたらしくて、今度の土曜日もどっか歩こうと思ってますよ、皆さん。順調に痩せていくから、イケペイ見とけよ、お前、走れんだろ。イケペイに誘われたんですよ、ひみさん。ナハマラソンでもしょうって、兄酔っ払って言うから、いいよっつって。兄は風邪ひいて休んでる。石ころさん、花本は持参ですか？そうです、花本持参です。一応僕の花本が、手作りの花本と、僕買ったパールのやつと、あと大工さんが作った、音の鳴らない花本。それと、トラベル花本。4つあるので、一応4つ持っていきます。ちゃんと音が出ないのを僕が使って、皆さんの音が、持ってない方に音が出るやつを、お貸ししますので、最初ね、マジで安くないんだよね。ピンキリだけど。だから僕自分で作ったんだよ、最初。そう。それがすごい。もうおじさんは何でも作る。環境を自分で変えていく。なんだっけ？前忘れた。いい話。あやなりさん、こんばんは。今夜もゆっくりラストまで参戦しやすぜ。あやなりです。マスター、キャンジさん、リスナーの皆さんもよろしくご訓長です。よろしくご訓長いらっしゃい。久しぶりだな。シュプリームさん、マスター、バーティンさん、追客の皆さん、こんばんご訓長。初見のアダンとイブです。アダムじゃないんだ。アダンだ。うちなんちですね。いらっしゃい。ヤンキッツさん、カホンだけに、カホン、カモン。違うな、これだな。ヤンポーさんいらっしゃい。こんばんは、くんちょ。こんばんは、くんちょ。いらっしゃい。スプリムさん、アルミの灰皿。アルミの灰皿に、灰皿2個と、なんて書いてある？マジに。頭蓋骨でもできますか？あ、できますよ。頭蓋骨で音出してみますか？すごい、すごい。聞こえた？聞こえた？聞こえた？出るんですよ。チェラパーカッション。チェッカーズもそう。明るい。スタジオでしょ？バーっぽくないのよね。バックヤードです、こっち。そうです。やはりカホンは寝て待てですね。で、トークで笑い。受けてる人がいる。嘘でしょ？やばいよ、ある人。斉藤、ゴーさん、音割りひどい。あ、ごめんね。もう治ったでしょ。もう言わんで。岐阜の金のバンバさん、いらっしゃい。こんばんは。今の岐阜の気温8度です。だいぶ暖かくなりました。花粉面白そうですね。花粉面白そうよりも8度が暖かいっていうあなたが面白い。いらっしゃいませ。めいちゃん、またサイトには上がってないです。あ、そう、上がってないです。ウェルカルチャースクール、3月8、6日から募集かかるので、その前の週とか、もしかしたらその日かな。で、これ、9000円の、4ヶ月9000円の講習で、先に入金した人から席が埋まっていきますんで、5人ぐらいって話してたけど、さっき、フライヤーの原稿を見たら、15名定員になってるんで、やばいっす。15人俺、教えないといけない。どんな人が来るんかな、言うこと聞かん人、いらない声です。チェッカーズムソさん。わー、サービスショットって、これ多分キャンさんの話でしょ。あやならさん、DJ キャンさんって感じ。笑顔が素敵。ほらー、笑った方がいいってば。埼玉の子さん、ごめん、鼻をじって言って見れなかった。キャンチもう一度って。喋りもしない。パパ屋さん、今夜0時からのスリップビートは、雨男、雨女、晴れ男、晴れ女のエピソードが集合。来週のテーマは猫。ひふみさんは猫派、犬派？昔は犬だけだったんですけども、猫も好きですね。ツバメも好きですね。ウサギも好きです。一人になってから生き物何でも好きです。ははそれから、漫画やアニメ、映画などに出てくる猫のキャラクター、好きな作品はありますか？猫の映画大嫌いです。
猫の写真も大歓迎です。ということで、スリップビート24まで皆さんメールしてください。僕は、高校、20歳ぐらいの時に、一目惚れした女性がいて、彼女を誘って映画連れて行ったんですよ。で、彼女がちょっとほんわかした雰囲気で、ワンピース、当時ワンピース着る人少なかったんですけど、ワンピースとか着てるタイプで、ちょっとお嬢様っぽいなと思って、子猫物語をチョイスして見に行って、二人で映画見た後に帰りに、こんな映画趣味じゃないって言われて、あれから猫嫌いっす。嫌な前あたや。チェッカーズ嘘さ。こんなにボタンいっぱいあるんです。あ、そっか、見えないんか。初めて見るのか。A スターはもっとあります。なんだこの音。あやなりさん、こっちは動く準備 OK。うん、動く準備。聞く準備 OK。OK。OK。準備してね。ナルトラさん、昨日は、Nステージのパーソナリティ、立石さんとの楽しいトークで盛り上がりました。見てましたよ、ずっと黙って、1時間。素敵な方でしたね。来週のフリムマストの、フリムのテーマが載ってますけど、皆さん、SNS チェックしてください。こちら読みません。サザンさん、一緒に久しぶり。いらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい。AKB かなと思った。ジュンジュンさん、こんばんは、ウィーン。はい、いらっしゃい。明日オンエアです。何が？めいちゃん。明日オンエア？わからん。チェッカーズもそうです。変身願望。そうです。東京のテーマ、変身願望。高本さん、お風呂場で聞いてるみたい。あれね。変態願望ならいっぱいあるけどって、あやなりさん、もう一人変態願望持ってる人、こっちにいますよ。20代に変身したい。独身に変身したいってね。この方も変態願望ですが。カーボーイさん、あさこてようこそから他にまたいだいたずらあったかないですね。お前何言ってるかわからない。それから、ヒンカさん、お久しぶり。ひふみさん、追客の皆さん、今夜もごっくんちょ、はい、今夜もごっくんちょいらっしゃい、久しぶりです。それから、チェッカーズモサさん、タカボさんが優勝。あ、もうそこで好きなようにやってください、皆さん。カーボーイさん、昨日 T サイジに今一般の人が出てましたね。面白かったんです。だからさ、今井パンの今井さんが T サージにゲストに出てて、なんでパン屋さん始めたかってヒープーさんが聞いたから、頭の形が悪かったからって。意味わかります？頭の形が悪いから帽子をかぶる仕事したいって言ってパン屋になったって。どんなよ、さすが今井さん。すごいよな。TMR さん、へー、変身ごっくんちょ。あ、変身ね。変身ごっくんちょ。TMR さんいらっしゃい。それから、ヒンガーさん。冬でも短パン123。今日短パンだよ。EBS、別れビーサだな。EBS さん。エビスさんかな？いらっしゃいませ。よろしくお願いします。あ、違うな。それから DB。え？ DB。何 DB ってなんだっけ？ EBS さんの DB。ダブルレインボー。違うだろ。草とらんけ。パパヤさん、サイレントカホームできます。できません。めいちゃん。イケペイさんもこの、この際だから出たらいいのに、先輩が出てる。違うんだよ。だから、イケペイが俺に出ようって誘ったから、うんっつって、あいつも今出る練習をするっていうのを、ミュージックシャワーに送ってるけど、全然採用されてないっていうね。スリープビートメール送った。あ、こっちでその話はもう、ヒンカさん、ウサギ大好き。ね、マングースも好きか？あ、マングースも好きです。美味しそう。あれ食べてみたい。肉、硬くて良さそう。なんか美味しそう。ラントさん、夜勤なので、挨拶だけど、送って思ったけどさ、ラントさんいらっしゃい。トゥインクルちゃんもこんばんごくんちょ、はい、こんばんごくんちょいらっしゃい。それから、ヤンポーさん、ヒープーさんが、歌の形のヒップさんの頭の形のパン作ってって言ってたな。そう言ってたんですよ。ということで曲いきましょうか。結構30分でした。そう、俺もそれずっと待って。違う、曲かけましょうか。曲紹介、じゃあ自己紹介するまで曲紹介よろしくお願いします。はい、じゃあ聴いてください。ワッタージャーガーバンドで数字おじさん。これまでかけてからこの後DJにしましょう。
いつまでも笑い合うのさ。そんなある日僕の親が儲けんでもないのに家に連れ帰った。僕たちはいつ向き歩いてた。目から涙がこぼれ落ちた。後ろの方から鳴り響いた。仲間の証し葉っぱの笛の音。僕らのみんなの筋おじさん。月日が経ち僕ら大人になったんだ。数十年ぶりに公園にいた。遊具はなくなりおじさんもいなかった。存在が気になり友達に聞いてみた。公園のトタン屋根の家も無断になって花が咲いて。今でも松は公園でお酒を地元の先輩と飲んでるらしい。僕らの松尾公園に遊びに行くと僕のことアッパの笛で呼ぶ子供たちがいたんだ。あの公園で聞いた葉っぱの音色変わってしまったな。面影もねえよ。なんか込み上げる空を見上げる大人たちならあなたを見限る。宿なしでボロボロ飲みてくれ関係ねえから。また面白いコース作をしてくれ。そのままでいてくれ僕らを見てくれ。いろんな初めて教えてくれて無邪気な笑顔が本当に眩しくて大事なもんを彼からもらってる。誰が何と言おうとあんたは俺のヒーローだから。しまったんだここに大事な宝。ところで風の噂で聞きました。俺も浮気していいですか。夜空を拝めるあなたの居酒屋。お届けしたのはワッタージャガーバンドで数字おじさんでした。さあということでゲストさん自己紹介よろしくお願いします。どうもはい、ワッタージャガーバンドの、ラップ担当の MC トボエです。よろしくお願いします。はい、よーす。はい、それからそしてドラムのわちゃこでーす。はい、わちゃこのチッカーだ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゲフミさん、はい、9時から入ってるよ。9時から今日は入るねって聞いたよ。だってわちゃこの声も割れてるの。あ、すいません。ちょっと、はい、けどいいです。お客さんすごいやるから、はい、どんどんもう、ね、これ2時間終わると思いました。僕いや大丈夫ですよ。すごいと思って、ね、ちゃんとね、あのゲストさんは僕番組ちゃんと番組紹介する番組なので大丈夫です。ずっとそわそわしてました。あ、もうそうそう、よくな、これ終わらないんじゃないっていう。今日はわちゃこさんと MC 東郷さん、はい、ワッタージャガーバンド、ワッタージャガーバンド何名、5人だっけ。5人です。のうちの、5分の2、5分の2ですよ。来てますね。呼んでいただいても全員入らないですね。うん、そうよかったよ2人で。いや本当はだから去年から、うん、全員皆さんに来てほしいっていう話はしてたんですけど、うん、なかなかスケジュールが合わない。そうなんですよ。皆さん夜の仕事したりとかっていうことで、はい、前回12月にわちゃこさん一人来てもらって、うん、で今回はじゃあ、うん、全員は無理だけどじゃあお二人でっていうことで 前回12月ぐらいこの話してた。そうなんですね。
急遽じゃないけど、FM ギノワのこの工事が入ってくるの、当時分からなかったんですよ。ああ、そうだったんですか。そう。だから、2月ゲスト呼べるんかなっていう感じだったので、第1週、第2週はもう収録放送。あ、そうだったんですね。僕はもう生にこだわってるので。ああ。絶対生が楽しいですね。そう。あの、見てるお客さんも絶対生ですよね。そう、僕生じゃない番組、生じゃない番組あんまり聞かないんですよ。あ収録あ、大事なんですね。そう、生がいいです。そう、高子さん、はい、30分は買い殺し状態。だからさ。ほんとごめん。で、今日ですね、お二人方、はい、お呼び、来ていただいて、お呼びしてっていう質問、ね、来ていただいて、あ、ヨガも来てる、いらっしゃい。アンディリータ。BGM をずっと、ノンストップで、ずっとこのまま、はい、番組終わるまで、ワッタ・ジャガーバンドの曲を BGM で今、ツイキャス、YouTube に載せてます。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。あれ、著作権大丈夫なんだよね。ね、もう、バーンって。YouTube さん大丈夫って言ってるから、よろしく頼みますよ。使いみんなで使ってください。はい。で、ぜひ皆さん、これ、チェックしてくださいね。はい。で、他の番組で、うん、ヒーフーミーズバーではずっと曲かけてましたって、皆さん言ってくださいよ。ああ、嬉しい。だからみんなもかけれって。著作権はないよ、つって。嬉しいです。ゲストさん来たらね、曲かけたよ、今日。ああ、嬉しい。曲聴いてほしいさ。そうですね。うん。だから僕も聞きたいので、どうぞ二人で喋ってください。ね、さっき、ちょっと待ってくださいよ。通常おじさんだったじゃないですか。だったね。通常おじさんって流してたじゃないですか。僕今回初めて歌詞書きました。だから、わちゃこが書いた歌詞だったって、ね。そうなんですよ。編曲はさ、ナーリーとか曲作ったり、あとラップが最近、トーボイが書いてるんですけど、はい、めちゃくちゃ嬉しいですね。自分が書いた詩が。うん、なんか、歌になる。あ、そう。いいよなぁ。超感動しました。ぜひ皆さんチェックしてください。これって、はい、iTunes とかでは買えない？なくて、YouTube に上がってます。あ、YouTube で検索したら出てくる。はい。ワッタージャガーバンドで。はい、PV とかも。あ、なるほど。ライブとかも。そう。ああ、じゃあ、今、僕たちの、ひふみずまのしもべが、YouTube の URL を今、こっちに書くはずなので、皆さん、ここに YouTube の、アカウントで探してから、ワッタージャガーバンドの曲、1曲ずつ全部貼り付けてください。用意スタート。あれ、ワッタージャガーって意外と探しにくくて、ワーに、ちっちゃい、ツーに、ツー、うん、もう、わかんなくなるの。そう、で、大きい、アー、うん、で、ジー、これよ、ちっちゃい、アー。本当によ。これさ、本当に難しいんですよ。うん。なんなのそう。見つかりたくないのかもしれない、逆に。あ、ほら、あすみさん。あすみさん。ああ、ありがとうございます、あすみさん。それです。っていうかさ、その貼り付けするのは、あすみさんの仕事じゃないの？だるマネージャーがいたこっちに。やってありがとうございます。よろしくお願いします。はい、さあ、今日は僕わちゃこさんを前にね、はい、いろいろお話しして、はい、番組終わりの後も、濃厚な時間を二人で過ごして、めっちゃ、めっちゃいろんな話して、もう共通の、僕の音とか、めっちゃお世話になってて。いや、僕がですよ。言っていいんですか？ええ、じゃあ芸人さんだったんです。弟が。オリジンって事務所にいて、で、僕が後から入ってきて、いろんな演技の仕方とか、あと音楽とか、もういろんなの教えてもらって。だからあれがさ、うん、兄や弟だから言うけど、あれが人に演技指導とかって笑わすわけ。いやいや、めちゃくちゃ。演技力すごいですよ、本当に。しかもな、演劇もやってましたか、実際。なあ、らしいな。あいつドラムもやってたの知ってる？そう、やってます。リズムバラバラだよ。映像なんですか、うん、聞いた？そういえば、学生の時かな、うん、バンド組んでて、対バンしたのが、ブルーハーツって。やばまだ売れてない時、沖縄来てた時に対バンしたって。あ、マジで？もうめっちゃすごいっすよ、本当かな？やば、ブルーハーツ。提言案には嘘つくよ。上半身あったかで歌ってたって。嘘、そんなん言う。待って。弟でしょ。は？ブルーハーツはすごいな。すごかったっすね。で、ブレイクダンスもやるんですよ。頭の皮が剥げるほど。ああ、そうそう。ウィンドミルってやってて、事務所でやってて、壁ぶつけて穴開けるんです。うん、いやば壁壊すのに似て一緒でしょ。何でしょ。ひろしじいじいも来てます。ひふみさん、わちゃこさん、とうぼえさん、こんばんは。聞いてますよ。いや、ひろしじいじいは、僕、那覇の、FM 那覇の番組でたまにお名前を見受けする方。僕らの、ライブにもよく来てくれてて。だからよ。あ、たかぼさんが貼り付けてくれた。はい。これは何だ？ワッタージャガーの曲名がわからんな。インスタグラムだ。あ、インスタのアンカーのじゃない、アカウントのね、高子さん。
皆さん、フォローしてください。よろしくお願いします。はい。ナルトロさん、フットサル終わって、ここから聞きます。はい、どうぞ勝手に聞いてください。いや、バンバン来るな。それから、さっきもね、ヒンカさんがね、はい、さっきの曲、デイジー、いい歌だな、つって。いや、嬉しい。ありがとうございます。かっこいい曲。ヒンカさんね、音楽やってたんです。あ、めっちゃ嬉しいです。音楽やってた人が言ってくる。そうそうそう。いやいや、俺も思うよ。本当にジャガーバンドの曲さ、はい、めっちゃ完成度高いわけよ。まあ、ご飯おごりたいです今し、ご飯もいいよ。カホン申し込みした。違う、マジで CM 曲とかまだ使われてないの？だから頑張ってるんです今、うん、あ、だから今回ちょっとライブも増えてきて、うん、5月に川崎神奈川で、うん、ハイサイフェスタってあるんですよ、はいはいはい、4日間フェス、はい、沖縄のライブ、うん、僕らそれ呼ばれまして、ええ行きますとうとう。あっちこっちに出るのはいいんだけど、はあ、ちゃんと、ま、マネージャー聞いてると思うけど、音源を CD に落としてですよ、各放送局に勝手に送りつけて、はい、使ってくださいって送るの。ああ、そう、どんどん広めていかないといけないですよね、うん、やった方がいい。マジで旅費より安いんだから、まあ、そうそう、無料ですかね。うん、で内地の番号放送局ブンブン送ればいい、はい、どっかに引っかかる。マジか。ジャブわあのジャなんだった、バババババババーボンズさん。バーボンズみたいに、はい、高知とか、あそうですね、県外とかで、あ、火つく可能性もあるよ。マジで。もうやります、今日。マジで、マジで。今日ってか、真っ白か。もう本当それやろうとしてて、うん、いろんなラジオ番組とかもジャックしようと思ってて。ああ、いいよ、いいよ。川崎とか出させてもらおうと思ってました。あ、いいよ、いいよ。もう、はい、もう勝手に聞きます。はい、勝手に聞いてください。あ、もう勝手に聞いてください。どんどん回してください、もう。マジ で、これさ、本当に、春水さんっていうアーティストご存知ですか？春水さん。はい。春水さん。最近、先週ライブ僕行ってきたんですよ、はい。彼は岐阜出身で、うん、沖縄来て音楽や、うん、また再活動した時に、うん、お会いして、はい。とよみの番組で友達になって、うん、で、CD 持ってたから、でこれ各番組に送れって言って、彼が、ね、各局に、放送局に送ったら、はい、ラジオ沖縄の、パワープレイみたいなので拾われてかかったわけ。すごいな、うん、だから、ああいうの大事よ。ね、こういうのをバンバンやっていく。そうそうそう。すぐできますか、ね、放送局っていろんな新しい曲どんどん入ってくるさ、ライブラリーに。はい、そっから探すから、うん、地元のリス、そのアーティストの曲って、はい、はいはいはいってやらないと。引っかからないんです。そうそうそう。そう、チェッカーズもその、春水さん好きです。チェックしときます。そう、ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、あと12分。よし。遠吠えさんの話を。あ、僕ですか？もう、あります、ね。遠吠えさん、おいくつですか？自分は、今年32の年になります。おお、若い。おちょこは？僕は40、今年45になる、7月。全然見えないよな。死んでおっさんだよな。45。おじさんに言われてるから。おじさんに言われてるから、もうそれ。最近おじさんって言われるんですよ、こっちで。45はおじさんだよな。もう。そうっす。おじさんって言うよ、もうおじさんじゃないですよ、ね。おじさんですよ。おじさんは悪い言葉じゃないって言うんですよ。誰も悪いとは言ってないよ、うん。そのつもりで言ってないですよ。反撃来るかなと思う。俺もっとおじさんだから。32の年。はい、32年。出身どちらですか？出身は自分、浦添ですね。おぉ。浦添の、ヤフソで、はい。おぉ。あ、じゃあ地元じゃないのか。ヤフソだったら、浦子？中西。中西です。おぉ、中西。中小中西中。うん。はい。高校は？ここが首里東ですね。おぉ。チブラヤシェ。チブラですね。全然そう。自分なんかの時の首里東ってめっちゃ頭良かったんですよ。おぉ。本当に。すごい。うん。良かったでしょ？頭良かったでしょ？全然、もう自分って。中学校。首里東落とすな。ああ、ごめんなさい。今はめっちゃいいっすよ。今、進学校なんですよ、めっちゃ。いや、俺たちでも、高かったよ、それ。首里高。首里東も。まあ、本当にバスケも強かったし。あ、バスケは確かにそうだった。首里東って言ったらな、首里高入れなかった人たちが行くところだから。そうそう、あれですよ。首里クラブの内間さんもいるよ。そうそうそう。さんもみんな頭いいんだよ。そう。じゃあ、首里東で。首里東。自分で頭いいってこと気づいてないんじゃない？めっちゃ頭悪いです、自分。いや頭は、どうかわからないですよ。初めて会ったよ。いや、それは皆さんが判断するから、番組。いや、青年よ。どっちの方？だおじさんの話でしょ？僕の、うん、そうそうだ、多分ね。ご飯おごり。部活やってました？部活やってました。何やってました？軟式テニスやってました。おー。
首里港って感じ。首里東高校、ね、軟式。ああ、もう首里んちょ。軟式って柔らかい。そうそうそう。柔らかいボール。プーカーボールでしょ、プーカーボール。ただでも自分は、結局やって、中学校から、高校、うん、まあ6年間やって、はい、一応インハイもやらせてもらってね、うんうん、出て。出たんですけど、うんうん、でも、ほんと最初自分はずっと野球入れたかったんですよ。もともと野球部だったの？いや、もう小学校の時とか全然何もやってなくて、うん、ただもうやっぱ友達よく野球で遊んだりとか。ああ、そうだったんだ。だからどうする ?32 で野球やってる人って、まあそんなもんか。でも周りサッカーもいたでしょ？いたけど、あ、うん、やっぱ野球の方が自分楽しくて、うん、他にやっぱ小学校の時に野球やらしてほしいっつって、うんうん、で、そしたら、野球のボールって、まあちっだからこんぐらい、まあこんぐらい。こんぐらい。ラジオっつうの。ちっちゃ、まあちっちゃめで、硬いし。で、いや、あれは硬いし危ないから、もう、あんたは目が悪いからダメって言われて、はぁって言われたら、じゃあそんなに動きたいんだったらバスケやりなさいって言われて、あ、はいはいはい、バスケはまあボロッキーから大丈夫でしょと。いや、バスケも痛いだろ。で、結局でも、やっぱ、やりたくもないスポーツだったんで、うんうん、まあ、ほんと1年ぐらいでやめちゃって、うんうんうん、でも結果、はい、まあ、中学校軟式テニスやらせてもらったんですけど、いや、軟式テニスちっちゃいやんって。同じぐらいの大きさ。確かに。なんか、なんで軟式テニスは許してくれたんだろうって、未だに疑問なんですけど。ーああ、なるほど。テニス結構動きますよね、バドミントンとあれは。そうそう。そうっすね、疲れない。めっちゃ、めっちゃハードでしょ。うん、今もやってます今も何もやってないっす。何もやってないの、うん、はあ、子供がやりたいことダメっていうのはな、埼玉の子さん。この方ね、野球のコーチしてるんですよ。ああ、そうなんですね。僕も長男に野球やってほしくて、グローブ買ったんですけど、はい、幼稚園ぐらいの時に、うん。だけど彼はサッカーやりたいって言い出して、ずっとサッカーやって。ずっと今もやっても、29になっても、ずっとやってます。まあまあ、ヤンポーさん、スインチュか。スインチュじゃないです。裏スインチュです。スインチュってどこのスインチュ？スインチュって首里、首里の人。ああ、そうなんですね。首里、首里をの、首里をスイっていう、昔のスインチュ。そうめいちゃん、テニス部だったはず。誰が、うん、ギノガルフの神奈さんもそうですよ。神奈さんもテニス部だったか。へー、わー。ヒンガーさんが音楽の世界に入ったきっかけ知りたいな。ああ、はい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 。ラップはいつから始めてるんですか？自分は一応本格的にやったのは21からですね。本格的じゃない時はどんな活動してたんですか？なんかそれまでは、うん、なんか専門学校が自分インターナショナルデザインアカデミーってところ で、うん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 、でそこの友達がヒップホップがたまたま好きってなって、うん、でどうせだったら、うん、なんかこの KBC 学園祭って結構大きい、はいはい、やるよな。そう、コンベンションだ。そう、うん、コンベンションのあっちでデイジだよ、アマゾン。死に人かけてる。やばいっすよ。卒業生みんな呼ぶだろ。そうそうそう。この時めっちゃやばいんですけど、だもう、それにどうせだったら、うん、もう俺なんかで、ね、もうラップ作って、うん、もう出ようぜっつって、うん。で、本当にもう初めて、その時に、うん、もうやったんですけど、うん、ラップっていうの書きを書いてみてみたいな。うん、でもやっぱ見よう見まねだし、どういうルール、じゃルールもある程度あるんですけど、うん、ゴムの中にも。うん、でもやっぱそれもわかんないで、本当は16小節、8小節っていうなんか、そのバースフックっていうのがあって、ちゃんと決まりがあるんですけど、もうそれもわかんないから、なんか8小節、4小節ってなんか変な作り方しちゃったんで、うん、曲としても変な意味わからん、なんか曲ができちゃって。あ、いや違う、あるんだ、セオリーが。そうなんですよ。へで、それでやらせてもらったのが最初きっかけで、うん、そうですね。でも21、なんかそれまでは、ラップをやってるっていうより、うん、たまたまなんか、その、インターシップ先で、うん、なんかその、洋服屋さんで自分印刷の仕事をお手伝いしてて、はい、で、その方が、そのバンドをやってて、うん、その当時、うん。で、この方の、なんかお知り合いの方で、なんか沖縄のラッパーでロレオさんっていう人がいて、この方が遊びに来てて、は俺、なんか DJ アルミュージックさんっていう、このめっちゃやばい人がいるんですけど、うん、サウンドクルーで。はいはい、この人のアルバムに、うん、俺入ったんすよ聞いてくださいって来たんですよ。で、もうそん全然ヒップホップとか、そんなまだ、はっつり聞いてなかったんで、はい、でも事務所流してもらって、うん、もうめっちゃこの人かっこいいってなって、もう速攻この人に、ロメオ僕にも教えてくださいって言って。ロメオのいいよね。名前を何回か聞いたことある。そうそうそう。この人に、うん、当時そのロデオさんが西原でレコーディングスタジオをやってて。うん、はいはい。ロデオ、ロメオ。ロデオです。ロデオ。俺、ロメオって言った。ロデオ。ロデオさん。ロデオさん。うん。西原でそうやってて、うん。で、もうそこでもう、要は、もう、
なんだろう、もうラップ教えてくださいって自分がちょっと言って、うん、そこに習って、そう、習って作り方を。いや、ただ、あの言葉並べてるだけじゃないんだ。そうですね、一応は。小説の並びがちゃんとあるんだ。あって、うん。はあ。そうですね、一応それでやらせてもらってて、まあ、現在見たりって感じですかね。このラップ以外は楽器とかやったりとかしなかったんですか？あ、楽器はもう全然やってなかったです。ミキサーとか、ミキサーというか DJ。DJ もやってなくて。はあ、ラップだけ。で、今じゃあラップだけで5年ぐらい本格的にというか。もう、そうっす、もう、もう結構10年ぐらい。あ、そうか。今もやってる。21って、あ、そうか、32だから。そうっすね。YouTube にも上がったりします。へぇ。一応、はい。それの曲は YouTube 何曲かだけ。すげえ。すごいのが、そのラッパーって結構。ようかかってこいとか言うじゃないですか。うんうんうん、一切なんか優しいですよ。心の綺麗なんです。心が綺麗なんですよ。マジか。はい。いいな。本当に優しくて。なんで遠吠えなの？ビタミンにしてじゃあビタミンに。MC ビタミン。MC ビタミンやだ。いやだビタミンだけ。目見てわかると思う。本当に優しい。あ、でもね、さっきさ、あのオキラジの番組、はい、で僕あのインスタライブちょっと見てたボスかぶってたのがちょっとあやっぱりちょっと。ラッパーって感じだなと思ったんだけど、こっち来るとき帽子取ってるから、あれと思って、ね。優しい兄ちゃんやし。優しいです、本当に。思いやりのある子です。親みたいだったろ、親か、俺。あ、始まりヒストリー楽しいって。あ、ありがとうございます。で、今じゃもうラップ専門。ですね。自分はもうラップ担当で、今、ジャガーバンドで、はい。それ以外のバンドにとか、なんかセッションみたいなのは個人的にやったりとかして。やってるんだな、もう。アイスロックさんとか、それはまあやってるっていうか、まあその仲いいラッパーの子やっぱいるんで、うんうんうん、その子らとの曲になんか自分がフューチャリングで入ったりとか、入ったりとか、そういう時はその歌詞とかは自分で作るの、それとも、あ、あ、あ、そういうことか、自分で歌詞作って、うんうん、そのメインの歌詞をもらってそれに合わせて載せる歌詞を自分で、あ、そうですそうです、はあ、そうですね、面白いな、うん、やっぱあのラッパーの場合って、うん、基本音源ってやっぱお気になるので、うんうんうん、やっぱそこはでもオリジナルじゃないと、ね、うん、なんか嫌だなっていうのもやっぱあるから、うん、この CM の DJ さんとかに、うん、あの曲作ってもらって、作ってもらって、お金は、そう、お金払ってみたいな。ああ、はい、そう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 、ね、なるほどね。僕ガホンやってるじゃないですか。あ、はい、昔あのガニーっていうラッパーが、おお、僕の人知ってる、はいはいはい、ガニーとセッションしたことあって、あのガーニー君ってなんか確かあれですよね、おばあちゃんっていう歌って、なんかデカさんっていう人の、多分わかんない、あ、そうですか、多分あれガーニーとセッションしたのも何年前だろう、10年と、あ、違うな、でも最近ですよね、だいぶ前だ、でも今何やってるの、まだラップやってるから、多分やってるんじゃない、全然連絡先、当時ね連絡先をもう連交換せずにね、その放送局で、そのトヨミの放送局で、うん、はい、その場でセッションした感じだったんで、うん、今ガーニーってのが出るんです、そこから DM したらやってるかどうかわからんかったから、ね、なるほど、でその時にカホンに合わせて歌ってもらったラップ即興で、だからできる、うちもそうだよね、なんだかんだできるんじゃない、僕やってたりする、そういうの、ワッタージャーがバンドっていう前に、うん、あ、手道バンドっていうの、はいはいはい、芸人と、うんうん、その時にあのライブをしてたら、うん、ちょうどこれお客さん来てたんですよ、うんうん、ライブ、それでちょっとなんか遊びでセッションしようかってやったりして仲良くなってたんですよ、ああ、ラップ急に入ってきて、おお、急にってか、その、はい、まあなんかやっていいよって言ったら、ちょっと曲作ってって言って、なんかラップする時の道具ってマイクじゃん、はい、なんか自分の専用マイクある、あ、自分あったんですよ、うん、であって一応今家でもあのちゃんと保管してるんですけど、うん、やっぱこのマイク、マイクっていうか、うん、なんかそのロデオさんってさっき言った方も、うん、いや、やっぱ自分のマイクは持っとけっつって、うん、オッケーっつって、ちょっとしかもそんなチャッチーもんじゃなくて、ちゃんとした、あ、やっぱいいもの。だよね。うん、SM ゴッパーですね。そうそう。なんで SM ゴッパー、SM ゴッパーって言ったら、あの、音楽の。SM ゴッパーっていうマイクがあるわけね。そう、もう機材全然わからん、俺。マジか。結構いいやつ。いい、めっちゃいい。いいやつ買って、そう、やっぱそれでライブするときは、やっぱそれの方がやっぱ気合も入るっていうか。ああ。なんかいい、あ、ちょっと割り込んだから。気がついた。気がついた。なるほどね。52分、めちゃ。番組がね、うん、ラジオあと1分だよ。大丈夫、分かってるわ。あ、ちょっといいですか。はい。22時22分、2月22日なんて、もしかして。
いいぞ、いいじゃない。10時の半で、10時になって、そういうことね、10時になってからいいや。ちょっとそれがずっとわかる。なるほどね。ちょっと追記するコメント。埼玉の子さん、長男はサッカー、次男は野球、僕とワイフはバレーボール部なんだけどね。あ、なるほどね。カープボーイさん、子供のやることをやめていっちゃいけないか、ちょっと。難しい問題があるの、特に野球は始めるのに10万ぐらいかかるって話聞いたからな。最近それで1週間でやめられたらまたたまらないような、俺様としては笑い、ただの秋のりさんの話。なるほどね。まあね、そうなんですよね。ということで19時台はそろそろ閉店です。一旦休憩、また10時からピンフォミズバー再開しますので、ぜひ皆さんチャンネル登録。どうします？ツイキャスはそのまま音流しときましょうね。はい、では、CM だ。こっから CM がずらーっと10時ちょうどまで流れっぱなしです。すごいっすね。今、ツイキャスは入ってる。ツイキャスの音声は生きてます。はい、聞こえてますよね、皆さん。優しいですね。てか、めっちゃブワーンって。タクトのファン、マイクは手話使ってるって。あ、手話です。おお、そうそう、手話ですね。ヤンキチさんは東京で音楽の仕事してて、ああ、ビッグネームとも一緒になってる。え、今、この、手話じゃない、ヤンキチさんは、今、ツイッターとかも、X とかやってるんですか？ X もやってる。あとで、ちょっとフォローしていいですか？はいはい。ちょっと教えてほしいです、音楽。機材の話。とか、いろいろそういう、つながりたいんですよ。ああ。沖縄ミュージシャンともつながりたくて、どんどん広げていきたく、僕も。なるほどね。あやなりさん、閉店ガラガラ、次の部分でお茶室だと。酒飲め、バーだっつうの。ちなみに、キャンも音楽作ってる。ああ、やっぱり、ね、そうっすね。DJ をされてる時に。で、僕、ここで夜中の3、4時ぐらいもいましたよ、この間。あ、いまじ？止まらんかったでしょ。いや、楽しかったんですよ。会えたっていうこととかは、いろんな興奮してから、帰れなくなってしまって、4時になりましたから。やばいな。4時って俺が起きる時間やし。そうなんですよ。帰って起きた時に。あ、そうだ。そう。帰りライン来ましたから、俺。はい？ああ、そうかそうか。帰りライン来てたから。なるほどね。いや、面白いな。ラップ、休館日っす。ああ、あやなるさん、休館日もあるのか？嘘つきやー。毎日飲んでるだろ。いや、みんな仲いいわけよ。リスナーさんと。10時になったら引くんですか？本当にこれ。引いてほしくないっすよ。あ、風止まったって急に。釣りする。釣りした時に急に波がシーンとなる時あるじゃん。何か異変が起こるんじゃないかなっていうぐらいシーンとなる時ある。あんな風じで、十字だった。すげえ。さっきデブンナのお客さんも、ジージさんとか、ユーミさんとか、ありがたいつ見てたのまだ。そう、ジージさんまだ聞いてるかな。メールも来てるんですよ。ユーミとかも。ジジさんのメールはね、後でまた、10時台ちょっとコーナー最初やるので、それ終わってから、ちょっとずつメールも紹介していきましょうね。いやー、ラップは、いや、ちょっとやろうとは思わんな。あ、そういえば、あ、さっき前も話した。弟さん、ラップめっちゃすごかったです。有名でしょ。前も言った。ドラゴン足の、何じゃ、ボーカルっていうか何じゃ。ドラゴン足。ジブラさん。うん。と仲良くなって、誰か弟さんが。マジか？ラジオでリスナーしてて、パーソナリティやってて、で、来たんだよ、その、ジブラさんが、沖縄で。で、ラジオ出てて、超仲良くなって、あ、しかもその、ブイツさんって言って、ブイツさんすごいなって、その、東京とかでも、その、CD 出す前に、聞いてよって、沖縄送られてきて、そんぐらい仲良くなって。ラップも上手いですよ。で、前送ったじゃないですか、映像。うん。あれ、すごくないですか？作ったの。わかんない。ここでちなみに僕はビーズと飲んだことある。うわあ、もうめっちゃやばい。ビーズですか？知らんかった、ビーズって。めっちゃウルトラ、誰か分からんかった。ウルトラソウル、めっちゃすごい。追加終わった？追加終わりそうだ。ああ、オッケー、ありがとうございます。ワッタヤーに